すっぴんなのでマスクしてるだけです。はい、テロップに書いておくか。言われそう。全く風邪ひいてません。はい、めっちゃ久しぶりの配信。待って、いろいろ言わないで。ラジオトークもやってほしいで、分かってるんだって。私だってラジオトークやろうって思ってるんだってば。ごめんねって。柔らかにお願いします。私の久しぶりの配信。ニコニコ。なんか受注生産のグッズを買って、それが昨日届いて、ちょっと開けたんですけど、なんかめっちゃ私買ってて、その受注の時がちょっと前で、金銭感覚バグっててめっちゃ買ってて、だからちょっとそれをなんか一人で開封するのもちょっと寂しいので、配信で開封しようと思うんですけど、すごいいっぱい買ったねとかはきっとみんなも同じ気持ちなことがすごくあると思うので、そういうのは控えていただけると嬉しいなって思います。しかも私だってそう思ってるし、めっちゃ買ってるやん昔の自分、ちょっと前の自分みたいな。半年ぐらい前かな。まずアイドリッシュセブンなんですけど、アクスタ3種3人分とリボンチャーム、可愛くて、これは一応採用紙だけしか買ってない。であとポストカード16種だから、1、2、3、5枚、ポストカード5枚、缶バッジも全16種だから、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、缶バッジ10と、これが一番やばくて、カードアニバーサリーカードって、なんか透明のクリアカード、これ15買ってた自分。採用紙15に2押し3押しは3枚ずつっていう。いや元気だったんだなって思う、この時の自分ランダムなんです。であと特典のステッカーがもう16種でいっぱいなので、ちょっと開封していこうと思います。でもなんか何個か開封してあって、ちょっと待って、開けたら袋に入れたって、これでいいか。もうまああればあるほどいいですからね、グッズは。ってっていう感じで、しかもなんか好きになりたて、そう、ハマりたての時だったから、とにかく数が欲しくて、グッズが欲しくて、買っちゃいましたね。そう、昨日、ちょっと3つ開けたんですよ、缶バッジを。閉めるか。で、なんかなかなか引きよくて、まだ二押しが出て、センターの方が出て、
そう、引きが良くて。あ、双子が揃った。なんとで、なんと3つ目で最推しが出たんですよ。このこれめっちゃ好きで、この美女、私が好きになって初めてのなんかガチャがあって、初めて課金覚悟で回したら課金しないで1回目で出た、無課金で1回目で出たんですけど、めっちゃこれがとにかく欲しくて、でまだ今のところこの3つだけしか開けてなくて、缶バッチから行く？あ、もう1個開けてた、もう1個開けてて、結構つなしさん、いや、これは5月のゴールデンウィークにアイナナエキスポっていうイベントが幕張メッセであったんですよ。本当に行く気にしててチケットも当選してたんですけど行けなくて、だからグッズはその会場で売ってたやつの事後通販として販売があって、6月ぐらいにあったのかな、で6月ぐらいに6月、うん、に頼んで、それが昨日届いた。一旦じゃあ缶バッジ開けていくか。あと5個、6個だ。その時さ、フェスとかがあったから東京には、関東にはいたからワンチャン行けないかなって思ったら、ゆきさん、ゆきさんが出ました。これみんなめっちゃ美女いいんだよね、すごい。武蔵野森はそう、最近、先月、だからそれはもう、そうやっぱさ、現場とか決まってもさ行けるかわからない、その仕事近辺、その本当に言っちゃえば前日にならないと、トラオさん前日にならないと行けるか行けないかってわかんないから、そう。こうね、いつもねギリギリなんだよね、当日券があるイベントがめちゃくちゃ助かるんだよね。だから劇場公演が当日券始まったじゃないですか、 NGT 劇場当日券使えるようになったじゃないですか。だからめっちゃすごくいいなって思ってて、ね、やっぱなかなかさ都合が当日にならないとつかない人っているじゃない、絶対に開封って慣れてるでしょあ、かわいい、三推し来た、やった、もう私欲しい子みんな出た。だからさ、そのどんどんそのオフラインとかもさ、無券でも当日券で券買えるとかできればいいのになってめっちゃ思う。わーい、かわいいね、はるちゃんね、かわいいね。缶バッジこのまま開け続ける？ちょっと一旦別の行こう。缶バッジ16種類あるんです。ポストカードを開けてみます。本当はさベリベリって多分開けられるんだけど、なんかこの紙をちぎりたくないなって思って、やばい、ポストカード絶対欲しいんだよな。お、玉
山脇くん、松井玲奈さんの推し、せーの、お、そうちゃん、メッツが揃った。今日夢とアイナナ見に行ってきたんです。ノリナナアイドリッシュセブンの映画、もう28日、え違う、今週で上映が終わってしまうんですよ。だからそう、絶対に、そう最近本当に行ってなかったんですけど、そう絶対に行きたくて、で夢も一回デイ2を見てくれたから、デイ1もね、見るって言ってくれて、都合つけて行ってきた。でその夢が一番いいねって言ってるのがこの子、何個か開けたんだよな、袋に入れてね。スリーブ、うわスリーブあった、何話そうか。いや保管方法、いやなんかね、やっぱちゃんと綺麗にねしまっときたくて、これこういうのが入ってて、この中にはそう全12種なんだ。そう最推しのはなんかコンプしたいって思って、12種だから15枚買ったんで、このビジュめっちゃ好きで嬉しい。そうこれみんなもさ、クリアカードね、よくお話し会のところで買ってくれてるよね。だから私もめっちゃ欲しい。ケン君、あ違うよ、もらったの、そのサンプル、この間 なんかのやつもらったんだよ。そうだ、クリアカードいいんだよな、めっちゃ、てかでも指紋つけたくなくなっちゃう。かわいい、かわいい、よいしょ。地味に多分さ、髪切ってからも初めての配信ぐらいな気がする。え本当に配信久しぶりだよね多分。私ダメなんで、あのね、毎日を生きるのに必死で、配信が優先順位、配信の優先順位が下がっちゃう。なんかもう一個引いたな。これだ。ちなみに今着てる T シャツ、生誕 T。 いや10月はいっぱい配信したいって思ってる。いや毎月言ってるんだよね、7周年のビジュ。これ私ウェハースさ、これ出なかったからめっちゃ嬉しい。ということでじゃあクリアカード開封していきます。めっちゃある、超ある、こんなに買ったの初めて、嬉しい。そう今年はね、いや別に期待してほしいほどのクオリティではないけど、今までの中では気合を入れて作った、気合入れ、そう気合を入れたから、ちょっと待って。
ってこれ一回全部開けていくか、うん、気合を入れたから頑張って考えてくれたんだなって思ってくほしい。もうすぐ誕生日なんだよね。いやもうすぐっつってまだか、9月27だからまだ。でもなんか一気にさこう空気が冷たくなってきたからさ、寒くなってきたからさ、なんか季節の変わり目を感じる。これアイナナエキスポの美術、え嬉しい。いやそうだよね、全種出るよねさすがに。えかわいい、なにこれ、これいつの美術なんだろう。ちょっと私これはいいね、やばい、どうやって飾ろう、やばい。同じのが来た、かぶった。でもこのビジュめっちゃ好きだから嬉しい。2枚目、ほら2枚目、全然いい。お、リバーレが出た。ちゃんとね全集ビジュ確認してないんだよね、デザイン。これリレイズかな。まあ、いや一旦あと2開けよう。あ、また同じの来た。全然好き。そう、ビナナがさもう終わっちゃうんだって思って、5月20日からの映画上映で、もう9月末まで、すごい、もう本当になんか夏も春から夏にかけてずっとムビナナに生かされてきたから、なんかもう映画館に通う頻度が減るんだと思うとちょっと寂しいですよね。まあでもね、ブルーロックとブルーロックあるしさ、配給もあるしさ、まだまだヒロアカも映画やるしさ、全然まだまだ映画館には通うんだろうなっていう感じではあるんですけど、ちょっとねなんかぽっかり穴開く感じで寂しい。何回見たんだろう、かわいい。これ数え多分20回は行ったんだよね、多分。そう、20、やば、待って、普通に言ったけどみんな引いてるよね。いやみんなだって劇場公演何回も来てくれるじゃんっていうところの話ですよ。ね、うちの推しもう好き、かっこいいね、推しかっこいい。はっ、かわちかわち、あ、こっち。やば、こんなに開封がいっぱいあるの嬉しいわ。こんばんは。
あ、かぶっ、あ、かぶってない。あ、よかった。かぶってない、やばい、これ最後の1枚。あ、待って、でもさ、今さダブリめっちゃ出たから何個か3周かぶったのかな、だから出てないの。コンプ、コンプならずだったかもしれないな。しまって、あ、あ、どうだろう。あ、でもまた別美女来た。え、これめっちゃいいんだけど、このさ、原作キャラクター原案の方が描いてくれる絵がめちゃくちゃ良くて、種村先生って言うんだけど、種村彩奈先生、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12、あ、全12種だからコンプした、やった、え、すごい、12種だから15枚買ったんですよ。そしたら、え、見事に3枚ダブリで、え、コンプやったね。え、待って、しかもさ、ももくんは全12種で、こっちは7種で、 はるちゃんは7種で、てんくんも12種。あ、ズールだけ少ないのか。嬉しい、コンプした、すごい、やったね、やった。どうやって飾ろう。なんかもう毎日自分の目元、手元に届く場所に置いておきたい。やったやった、いや、引き強いね、私さすがに。あと1枚、あ、7周年のやつだ、かわいいね、いすみはるかくん、かわいい。うちの3枚のビジュも1個先生の原作の方のビジュ、あ、全然いい、全然いい、全然いいぞ、やったね。クリアカードは引きよし、引きとてもよしでした。あ、じゃあこっちの、あ、得点は最後に開けようかな。じゃあそしたら缶バッジの開封に戻ろうかな。3袋、うわ、ゆきさんかぶった、ゆきさん2個目、でもなんか開け忘れがないか不安。あ、夏目みなみ、あ、これこっちだ、間違えた、こっちだ、最後の1個缶バッジ。いや、これさすがにね、推し2個目来るのはね、もうない。お、玉木くん、
ハートありがとうございますね。なんかいっぱいギフト、拍手、いいね、バラ、ハートありがとうございます。さあ残りはあとポストカード3枚と特典のシール。いやーこのポストカード押し欲しいんだよな。お、あこれ開けてやった。あこれも開けちゃった。誰だったっけ。おなぎくん、なぎ、りくくん、センター。あ最後の1枚、押しくるかな、押しくるかな。おみつき、みつき真帆の推し。あやば、どうしちゃった。えてかめっちゃすごい、ポストカード肌触りよ、すごい。すごい肌触りがめっちゃいい。え開けちゃったかな全部。あとねこんもうちょっとしたらね、ブルーロックのねアニメ店のね事後通販のグッズも届くらしい。それもこのアイナナエキスポの同時期に買ったやつだから、また金銭感覚バグっててまた開封配信しますね。誰も興味ないと思うけど。あゆきさんステッカー、これ特典です。今特典を開けてます。確かにポストカード絶対に使えない郵便、もうねもはや、あーはるちゃんだやったー。ポストカードはもはやうんねポストカードっていうグッズをさ本来の目的で使用してる人いるのかな。逆になんかね、あこの子が好きって言ってたからこの子のポストカードを買ってあげようで買って突然郵便で送ってあげるとか。あ押し来た、嬉しい、特典押し来た。嬉しい、嬉しい。これも16分の1だからね。あクオカードもそうか。ハートありがとうございます。せーの、トラオさん、トラフで、トーマさん、ね、しかもさこのまま郵便ポスト入れたらさ、ね、何かの表紙に汚れちゃったりとかしたらね大ショックだもんね。せーの、お、そうちゃん今日めっちゃそうちゃん来るな。最後の1枚特典開けます。せーの、あ待って、くっついてるくっついてる。お夏目みなみ真帆の推しだ。よし、あもう開け終わったかな全部。開け終わってる。マッシーのウィンクにやられました、やった。そう最近公園でウィンクするのハマっててめっちゃ開けたな。まあ袋もさよならしちゃいます。いやなんかあっという間だったな、あっという間に開けちゃったな。
ードポストカードを一旦スリーブに入れて、スリーブどうしたっけ、テープ付きだから、あれテープ付きじゃないポストカードの、もうさこの紙袋の中にさ袋とかさスリーブとかをさまとめて入れてるんだけど、これ入るのかな、押して入らない、こっちは入らなかった、ちょっと UV カットのポストカードスリーブに入れます。あれなかったっけ、私こっちにしよっかな、ストカード用袋がついてる方が、そう UV カットね、 UV カット付きの、しかもこれ100均なんですよ、あのセリアかな、そうセリアに売ってて、そうそう、よいしょ、袋じゃないテープで留めた方がなんか、あちゃんとしまえてるって感じになって落ち着く。ハートありがとうございます。やばい。何話したらいいですか？配信って何話したらいいんだろうね。あやば、逆、こういうのめっちゃなんだよね、このさテープのさこっち側に今テープついてんだけど、こっちは反対側についてる、めっちゃやだ、めっちゃやだ、私の近況なんもないんだよな最近。あ、納豆食べますよく。ご飯を炊くようにして納豆を毎朝っていうか一食目に食べてます、ご飯と納豆。あとハンターハンターを最近見てます。ちょっと向き直そういや自炊はしてない、作ってはいないから、これは自炊とは絶対に言わないとは思うけど、朝ごはんだけは
食べてます。いや別に全然いつも食べるんだけど、そのご飯すら炊けない時はもうだからなんか仕事行く前にコンビニでおにぎり買って、おにぎりを途中で食べてパクって食べてとかだけど、お米を炊けたので今は、でも明日でお米が終わるから、お米っていうかストックがなくなるから、お米のハンターハンターは今ねグリーンアイランド、グリードアイランド、なんかゲームソフトを求めてゴンとキルアがヨークシンシティに行って、ヨークシンシティでクラピカが今幻影旅団のゴリラみたいなすごい強い人と戦いそうになってるところ、室内でだから多分結構進んでるんだよね、もうね48話。そう、時娘私も早く食べたい、そうめっちゃ楽しみ、買う時娘、よいしょ。いやーでもね、ハンターハンターキルアが可愛すぎて、ちょっとなんかでもなんか違う、推しとかじゃなくてなんかねお母さんみたいな目線で見ちゃう。なんかほんとゴンと仲良くなれてよかったね、ゴンと友達になれてよかったねみたいな、ゴンと出会えてよかったねっていう、もうなんかうんお母さんみたいな。この辺戻す。あ、違う。私あともう一個しまいたいのがあったんだ。よいしょ。こっちだ。山田くんとレベル999の恋をするのクリアカードも買ってて、それをね、ちょっとそれも。スリーブに入れたかった。これもランダム、1枚ずつのランダムなしで、ランダムで買ったけどかぶりなしで、え、じゃがいもカレーね、そういえば私まだ食べてないんだよね。そうだ食べてないんだ。で発売されてる時がさ、ね、日によってじゃない、公演の時だけだもんね。で公演前に、公演の集合前にあそこに行くっていうのがなかなかできなくて、それ行っちゃダメって言われてるわけじゃなくて、行こうと思えば全然行けるんだけど、自分のね体力とかって言ったらあれだけど、そういうのじゃなくて、そうそこまで行こうっていう元気、あ、元気がないわけでもないな、別に。そう行こうと思えば行けるのに、そう行けてなくて、行きたいんだよね。はい、ということで、そう公演さ、そう出させてもらってるから、公演出ない日に公演があって販売されるよってなったら多分行く。ポストカード、特典、いや特典引きよかったな、押し出た、嬉しい。缶バッジも、缶バッジも推しが出て、
缶バッチたち、めっちゃ缶バッチめっちゃあんなねえ。写真でもどうだろうね、やっぱさ運ぶの大変そうじゃん。そのみんなのさ載せてくれてる画像とか見る限りさ、めっちゃ大盛りじゃない？大盛りだし、じゃがいもでーんってのって、あれどうやって食べてるの？じゃがいもあれこうやってさスプーンでさカンカンってできるのかな。クリアカーめっちゃありすぎ、爆笑、幸せ、嬉しい。あ、ホクホクだから崩れるんだ。ちょっとアクスタ開けたいな、アクスタ開けたいけどちょっと使う時まで、使う時までちょっとそのままにしよう。あ、割れるんだね。あ、これ山田のカレンダー。え、ちょっとさなんかさ、めっちゃさこのちょっととりあえずここに保管ゾーンのグッズたちがちょっと増えすぎてて整頓しようね。ど、あ、スプーンで掘れるんだ、それならいいね。紙ゴム、紙結べないのにさ、髪がちょっと長い時に買ってそれですぐ切っちゃったんだよね。プリクラ、プリクラめっちゃあんだよな。ピンプリも撮ってるし、プリクラも、これはウサギも目に届くところに、あ、裸の缶バッジが。これはアンスタのお尻、やば、どこしまったっけ、あった、これ、ハートありがとうございます。ね、カレー、そうだから NGT 知らない人にもね食べてもらいたいぐらい。絆創膏、ステッカー、あ、ムビチケだ。すでにここにもう2枚あるもん、映画のアイナナのアクスタだ。これも未開封のアクスタで、カード、ウェハースなのこれ。あー落としたトゥントゥン。あ、これはアクリルコースターだ。そう、コースター使いたいんだけど、なんかこの上にコップ置くのもなって感じで開けてないんだよな。でもちゃんと飾る用のなんかついてんだよね。でもコースターめっちゃ使うから全然やば、出したはいいけど全然飾らないな。特典の袋、でも特典の袋こんだけいってるってことなんだよな、多分映画にな。1個しか残ってないラインストーン。あ、申し込みは先着順らしいですね。あのなんだっけ、当日券、
あーやばいな、これ出しても意味ないな。ダークスター、あ、そう、これヒーロープラザ、あのロフト、ロフトのやってるやつ、全然グッズ本当に今お金ないからグッズ買わないで我慢しようって思ってたけど、このこれだけはちょっとビジよくて買っちゃった。でポストカード1枚しかついてこなかったんだけど、特典なんと1枚がなんとショートでした。すごい、マジで引き良すぎる自分。あ、これ多分私がなんか硬質ケースとかデコレーションしようとして買ってそのままなんだよな。ポートレートカード、なんかジャンショで買ってる、ジャンショ新潟来てたしな、うん、これは生誕時の真帆からのお手紙。いやそうなんだよ、そうお金金欠な時ほど、ポストカード金欠って時ほどね販売するんですよね、グッズが。お金ない、あ違う、なんだろう、そういうことじゃなくて、自分が違う、アイドルがお金ないっていうことじゃなくて、私が私の自己責任によってお金を使いすぎてお金がないっていうことだから、多分私がこれ月100万円もらっていてもお金ないって言ってるから、なんだろう、勘違いしないでもらえると嬉しい。でも、もうなんか最近はなんかあんまり追ってない、追ってないっていうか追えてない、買うっていうのを諦めて買ってないから、最近はでもなんか色紙がいっぱいある、この袋に入れたい、お邪魔しもそうだ。そう、あとねこのコースター、またコースターだけど、これはなんか濡らさない方がいいかなって思って、これなんか普通になんかいいシーンだからいいシーン思い出して買ってみた。鏡だ、さあ出したはいいけどどうやって片付けよう。どうしよう。ここから離れなきゃいけなくなるな。あ、なんかしまう収納のものを取りに離れなきゃいけなくなるってことね。いや、グッズの部屋はない。しまっている場所ならあるけど。どうしようかな。やばい、ただ散らかした人になった。自分の部屋を。ちょっと待って、なんか。
よいしょ。ポストカードを。ポストカードをしまってみる。一旦。ポストカードをしまって。この辺も、いやこれはこっちじゃない。やばい、一個しかしまうものがなかった。どうしよっかな、今考えてます。あー違った。どうしようかなどうしようかなしか言ってない。色紙、ああしかもこのさ、とりあえずボックスがさ、これともう一個あって、もう一個はちょっと薄めの段ボールに買ってまだしまっていないグッズをとりあえずそこに、ここに入れとこうみたいなゾーンがあって、そっちがね、最近っていうか、そっちをね片付けなきゃって思って見て見ぬふりしてるんだよね、ずっとで、分かった、プリクラだ。プリクラをなんかに入れよう。そうだ、プリだ。プリがね今ね、いっぱいいっぱいっていうかね、そういっぱいあるから、なんかどう入れたらいいんだろう。大きさが絶妙なものが多いからさ、グッズってしまうにはむずいんだよな。ありがとうございます。この間そうプレゼントいただいて、その中にバルバトスが入ってたから、またガンプラ作る配信しようって思ってるんです。だからそれを10月かな、10月はちょっとそれをやろうかなって思ってます。そう、そういえばね、再販してて、
お洋服をいただいたり、漫画をいただいたり、ガンプラをいただいたりと、すごい私のファンの方からのプレゼントってめっちゃバラエティに富んでてめっちゃ助かる。どうしよう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 、待って一旦もうまたこの箱に入れるか、また別のこのアイナナのグッズが届いた箱に入れるか。またとりあえずボックスが増えた。なんかさ、日にそのテーブルの上に置いとくっていうのもいいんだけどさ、日に当たるっていうのがそれよりもちょっとねっていう感じで、なんか色がさ落ちるとかさ言うじゃない。捨てます、捨ててないし、なんか多分これさ映画の版権さ一回多分いや取っといたことないんだよね。でもなんか一回取っとこうって思って取っとき始めたけど全然もうどこ行ったか分かんなくなっちゃった。だってこれ5月30日の判決だよ。すごい。5月30と6月28の判決。おもろい。めっちゃ前。めっちゃ前。めっちゃ前でおもろい。これはプリクラたちはなんかカンカンとかに入れよう。そうしよう。まあいっか、別にここに入れといても。これも捨てる。よいしょ。今日ダメだ、片付けに向かない日だ、私のメンタルが、思い切りがない。よし、お部屋ではない、全然お部屋ではない。足の踏み場あるし、よいしょ。私何時から配信したっけ、よいし
ね、今週福島に行きます。でもね、ちょっとゆっくりしてできる時間があるのかわからないけど、なんか食べれたらいいなって。だって私その日ごちゃだしごちゃで次の日オンラインおしゃべり会だしで、で公演予定出てるっけ、こうやって出てるわ。3日公演だし、3日5日、え、木曜日も公演なんだ。4、5、あ、12日か。そう、いや、いっぱいね公演出れるのはねすごい嬉しいことなんですよ。ステージに立つのが資本ですから。ゆっくりできる予感は全くしませんね。でも多分29日そうだ、29日ラジオトーク、多分ラジオ部の配信多分できないんですよ。そう、先に言っとく。はい、だからもう気づいたらさ、9月もな、9月はゆっくりできるかなって思ってたけど、全く全くそんなこともなかったですね。てかさ、ごちゃの13期で一緒だった川瀬あやめちゃんがうっか卒業、うっかと芸能活動も卒業されるみたいで、そう、昨日ツイッターで発表されてて、って思って、そうなんだって思って。そう、寂しいね。年内かな、年内って書いてあったかな。そうに、今年をもってって書いてあった気がする。12月30で、よいしょ。そうだよ、多分ね、めっちゃ先輩なんだよね、アイドル歴です、だとだとっていうか、うん、そう、話変わるけど、もうこの短さになってさ、寝癖がすごくて、で
もうでもさ朝からアイロンなんて全然めんどくさくてできないから、もう帽子そのまま上からボンってかぶって外出てたんだけど、寝癖直しとか買えばいいじゃんって自分で思って買ってみた。なんかいい匂いだといいなって思って、いい匂いね、しかもいい匂いな髪になりそうだしって思って買ってみた。洗濯槽クリーナー買ってきた、後でやろう。不安の中身出しときたい。いや、ワイヤレスイヤホンについてさ、ちょっとみんなに相談したいんだけどさ、ワイヤレスイヤホン、私さ本当にもうやっぱその福島の移動とかもそうなんだけど、やっぱもうやっぱ車の中で寝ないと睡眠時間っていう感じなのよ、睡眠時間欲しいっていう感じなのよ。でも本当に寝たい時って別に寝れるんだけど、寝れる、本当に寝たい時は気づいたら寝てるからいいんだけど、なんかノイズキャンセリングが欲しくて。待って、こんな格好で絶対配信なんてしちゃダメやっぱノイ、な、車のさゴーって音とかさ、新幹線のさゴーって音、どっちも一緒だけど、でそのびっくりして視聴した時にワイヤレスイヤホンをつけて自分の携帯に接続した時、てかもうイヤホンをつけた時から周りの音が本当になくなって、あーすごってなって、うわこれあれば本当に眠れる、どこでも眠れるなって思って、でもそれを買ったからといって別に外でつけるわけ、外で歩きながらつけるってわけじゃないんですよね。なんかちょっと言われたけど、外で歩くのは気をつけなよみたいな、そういうのじゃなくて、ちゃんと別に普通に今も普通のイヤホン持ってるから、まあ移動手段は分かんないですけど、福島のその常にノイズキャンセリングしてたら多分周りとの会話も入れなくなって、周りを勝手に遮断して周りに溶け込めなくなるから、それは毎日つけるわけじゃないから、なんかそういうところの心配はしないでほしい、しないでもらって大丈夫なんですけど、本当に多分1個持ってるだけで、うん、なんか違うんだろうなって思って、うん、そう最近とか、あと普通になんか自分の気持ち的にちょっと今は何も周りの音とかを聞きたくないって時に、ムイキャンがあったらいいよなって思って、いやそう、どうしようかなっていう話でした。まあ、って言っても今
今の私の所持金はね本当に今はね今あんまりそういうこと言わないでの方のお金がないから買えないんだけど、本当に近いうちに欲しいなといった独り言でした。そうなんだで全然大丈夫。でもね本当ねすごいんだよね、すごかったの本当に。ノイキャンやばってなった、本当にすごかった。そのやっぱさ、その家電量販店でつけたのよ、視聴したのよ。そしたらやっぱさ家電量販店ってさめっちゃいろんな音するじゃない、すごい音も大きいし、すごいすごいいろんな音するけど、嘘ってぐらい違和感本当にな、本当にスンってなくなって、それでも別にそれが嫌な感じでもないっていうかなくて、すごいすごい感動したんだよね。そう、私さ結構耳が小さいからなんかイヤホンが合わなかったりするのよ。そうだから私多分直接ちょっと試しに耳に、いや使ってみ、実際に使ってみないと結構ポロポロって落ちたりとかするのよくあるから、だからそう絶対に試しイヤホンしてからじゃないと買えないと思って、でそう試しに行って、その試しの1個目のまあ、値段的にもこれならまあ無理しないで届くなっていうのをつけてみたら、まあ耳の形にもちゃんと耳にフィットして周りの音も消えるし、デザインもなんかいいしみたいな、もう他のものを試す気も起こらなかった怒らなかったぐらいめっちゃ良かったんですよね。値段でこれこの値段でこんなにみたいな。そう本当は私アップルが良かったんですよ。そうアップルが良くて、全部さアップルだからアップルのノイキャンが欲しくて、で1年ぐらい前に、そうだちょうど1年ぐらい前だ、ちょうど1年前に私ずっと第一世代のエアポッド使ってて、でまたリピ買いしたんですよ。もう一回同じの買って、で第一世代買って、で次はいや本当にノイキャンが欲しいって思ってノイキャンだと思って買ったエアポッドが第三世代買ったんですよ、エアポッドの。そしたらそれがノイキャンじゃなくて、でそのノイキャンの AirPods は4万ぐらいするのよ確か。って思ったけど、いやーちょっとやっぱそこは我に返って、そうだから私ノイキャンはもう Apple しかないって思ってたのよ、 Apple しかないっていう頭でいたのよ、全然そんなことないのに。でだからずっとノイキャン欲しいなってずっと思ってて、でもそこまで余裕ためられないなって思って、でもふと待って、アップル以外にノイキャン絶対あるじゃんみたいな絶対もっとなんか高性能なとかもっと好きなデザインのとかあるんじゃねって急に思って、そうふと思って調べたらめっちゃあって、で電気屋行ったらあこういうのもあるんだ、あこういうのいっぱいあるじゃんって思って、それから全然もうなんか今アップルじゃなくていいかっていう気持ち。そうアップルじゃなくていいから欲しいなみたいな。
でも多分買うと思う、私買うと思います。もう一個やりたいことあった。よいしょ。で新しい iPhone も出るよね。でも私今の iPhone 別になんか困ってることがないから今回はスルーでいいかなっていう感じ。ファンデーションさ、ファンデーションのね、あちょっとねちょっとやりたいことがあって、どうしたらいいんだろう。いやでもさ、自分へのご褒美って言ってもアマゾンのセールで結構安くなる。あ、そうなの、いいこと聞いたな。え、明日までにセール来ないかな あ、やばい、どうしたらいいんだろう。今ねクッションファンデーションをなんか自分で作れるわけじゃないけど、なんかこのリキッドファンデーションをクッションファンデーションだってめっちゃ入れて、やば絶対なくなる、待ってもうなくなりそう、やばい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 、今入れすぎた絶対。これすごくいいファンデーションなんだけど私が塗るの下手すぎてなんか全然上手になじませられなかったんだけど、このこういうクッションファンデっていうそういう形のに変えると塗りやすくなるんじゃねって思って韓国の通販にそのクッションファンデの中身だけが売ってて、シミゴス、セール、セールまだやってない？今やってたりしない？そんなお嬢さんに朗報ですみたいな。でも楽天とかもよくセールやってるよね。爪楊枝で、あもういけたかな。あ、お買い物はね今してない、したいなっていう。
10月14、15か。そっか。風呂敷ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。じゃがいも乗っかってるカレー食べてないんですよね。そう、さっきもちょっと話したんだけど、そう食べてねってみんなに言ってるくせに食べてないんかいって感じですよね。テーブル汚っ。すごい。そろそろこたつの季節か。まだか。え、紙ゴムめっちゃ邪魔なんだけど、もう使わないのに、もうしばらく使わないのにね。米フェス私何気初めて出させていただくんですよ。そう、去年とかも出てない。そう、何気初出演なので。あとさ、なんか埼玉スーパーアリーナのフェスもありますよね。埼玉スーパーアリーナ出たい会場大きいよね、これ出たいなって。そう、なんか私もそれ初めてな、なんだ、ツイッターで知ったんですよ。そう、ツイッターで知ったから、あ、そうなのみたいな。え、出たい、出れたらいいなみたいな。あ、平日なんだ。そう、みんなもね多分あんま知らないよね。私も知らなかった。でも確かノイミーさんもあっぱれ、あっぱれさんかな、あっぱれさん、朝比奈れいちゃんのグループ5茶14期のが入場無料なの？え、すごくない？入場無料ってすごくない？埼玉スーパーアリーナで？え、すごっ。あ、整理券か。あ、もう整理番号が
もう後ろの方しかないんだ。めっちゃ遠そうだね。そしたらまだね、RBBC さんね、正式発表がね9月29日だから、そう、そこまでは私もまだなんだろう、正式にっていうか、あんまりはね、決まってからね発言した方がいいかなって感じだから、あんまり私も言ってなかったんですけどね。もしね2軍の試合にね、イースタンリーグの方とか行けたらね、プロ野球選手がいっぱい出そうで出たらいいなって感じですよね。で今ごめん、フェスの話 してた時にあれだったんだけどね。そっか、もう先に整理番号とかがあるフェスで、でもともとねジャイアンツの3軍が新潟に来て試合とかもよくあったからね、楽しみですよね。なんか新潟で野球を見る人が増えそうでね、静岡のチームも一緒にね、その今出てる情報通りだったら新潟と静岡がそのね2チームって両方ともこんなに縁が深いところが入るだなんてね。ね、まあ全部はね、全てはその29日のね正式発表を私は待ちたいなって思ってます。そんな感じで配信終わりにしようかな。お風呂に入って寝ます。13位ジョットじいさん、12位石ころさん、11位ハブトゥーセーブさん、10位勝さん、9位高尾ちゃんさん、8位高見さん、7位秋文さん、6位陽一くんさん、5位ハゲチさん、4位ビールバラさん、3位ランダーさん、2位メープルナオくんさん、1位鉄4110さん。配信ご覧の皆さんもありがとうございました。楽しかったかどうかわかんないけど見に来てくれてありがとうございました。10月は配信したいと思ってるので、それではおやすみなさい。バイバーイ。